谷くんもカップアイスありがとう。こんばんは。ひろっちさん、陣内さん、カップアイス。山崎さん、お疲れ。トールさん、お疲れ。坂道さん、虫眼鏡。西さん、かわいい。忘れっぽいもっちさん、ハート。マウナさん、小判。おみかんさん、お疲れ。坂道さん、虫眼鏡。ありがとうございます。セブンさん、カップアイス、ありがとうございます。今日はね、映画を見に行ってきました。映画を見てきたんだ。コナンさん、マクールさん、パニーさん、カップアイス。コウさん、お疲れ。カズノシンさん、怪盗猫。福ちゃん帽子。マルさん、ハートありがとう。とっちゃん、坂道さん、カップアイス。コウジさん、ハートありがとう。めっちゃおもろかったよ、映画。ミステリーという中で見たんですけど、やっと見れたんですけどね、おもろかったです。真空犬さん、虫眼鏡。もりもりさん、カップアイス。おみかんさん、カップアイス、ありがとう。ありがとうございます。この映画はドラマの時も見てて、で映画決まった時からずっと行きたいと思ってたんだけどね、他のメンバーとかにどんどん先越されて先越されて、うわ行かなきゃ終わっちゃうと思って、そうおもろかった。おだしさん、カップアイスありがとう。そらすらかさん噛んじゃった。そらすらかさんはカップアイスありがとう。しょうさん、ラブレター、ありがとうございます。広島がロケ地で、ロケ地というか、なんかさ、ロケ地って言ったらその場所だけって感じがするけど、もう話の題材が広島なんですよ。超広島なの。もう宮島とかもネタバレになるからさ、あんまりあれだけど、平和記念公園とか原爆ドームとか映ってる。たかしんさん、帽子。くろさん、ハート、ありがとうございます。ぜひぜひ見てほしいね。このね、なんかドラマもそうなんですけど、この作品はなんか主人公が自分の考え方を教えてくれるんですよ。僕が思うにみたいな、これはこうじゃないですかみたいな、いうなんかね教えてくれるからたくさんの人が見て、そういう考えの人が増えたらいいなみたいなことをいっぱい教えてくれます。忘れっぽいもっちさん、カップアイス。レンネさん、クロさん、ハートありがとう。アディクテッドトゥーユーさん、お疲れ、ありがとう。ドラマ見てなくてもわかる。うん、いやでもドラマ見とる方がやっぱわかるとこはあるけど、見なくても全然伝わります。ドラマ版に出てくる人はほぼ出てこないです。もう主人公の人ぐらいを知っておけばもう大丈夫。久能整さんを知っておけばもう大丈夫。もしよかったら見て、ファセット感想言い合ってほしいです。一人で映画行ったからさ、感想を言い合ったりできなくて、だからよかったら仲間になってください。浦部さん、カップアイス。サノッチさん、カップアイス。ワライオンさん、カップアイス。アディクテッドトゥーユーさん、かっこいい。マコバヤさん、ハートありがとう。ズーデスさん、
カップアイスありがとう。スペシャルドラマと関係あなかったかも。この前のスペシャルドラマ見てなくても全然わかる。うん、あんま、この前のはどんなやつだったっけ、どうやっちゃったっけ、この前のスペシャルのやつ。もういろいろさ、最近科捜研の女のドラマ今やってて、でそれの録画をね今消化中なんですよ。頑張って今まだ2話見終わったところで、まだまだあるんだけど、夏ドラマでずっと見えてなかったから、今ね朝メイクする時とかにチラチラ見てます。こんばんは、やっほー。そう、一人で行けました。何も食べてない。いや、広島の名所というよりは、広島の名所なんかね、別にその主人公が観光とかするわけじゃないんですよ。嘘、なんでなんで、充電してるのに残り 10% ですって言われた。充電器さしてるのに、えい、残り 10% とか言われちゃったんだけど、なんで止まっちゃった今一瞬、困ったね。昨日さ、花火したからさ、高崎やっぱでめっちゃここも蚊に刺されたんですけど、こことこことこと、あと腕と膝の裏もね蚊に刺されててめっちゃ痒い。そう、止まった。ちょっと一回さ、充電できてるかチェックしていいですか。充電できてるかチェック行ってきます。止まります。はい、ただいま、充電できてました。今 11% でした。やばい、頑張ってほしい。充電、充電より消費電力が上回っとるかもしれん。やすさん、なるほど、ありがとう。かいいかいい。白熊さん、カップアイスありがとう。かい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 。こんばんは。そう、刺されちゃった。確かに煙まみれだったのに。本当だよ、めっちゃ痒い。ここ今長袖着てるからかけない。ここです。書いちゃダメだ、書いちゃダメだ。えいえいえい。今日はみんなはどんな一日でしたか。普段と変わらない一日。よしひろさん、カップアイスありがとう。こんばんは。ケクワトロさん、カップアイスありがとう。そうだよ、大型は刺されやすいっていうからね。ありふれた毎日、宝物やんそれは。いつまでも流れゆくまま、東京は一日雨。広島はいいお天気やった。過ごしやすい、晴れてるけど暑くなくて寒すぎず、いい天気でした。暑かったのか。でも汗も長袖でちょっと暑かったわ。そういえば、ボタンが取れてる。わかる、扇風機まだつけちゃうよね。でもつけたら寒いんだよね。でも消したら暑いんだよね。石鹸がいいの？かゆみに？牛乳石鹸とか。お疲れ様でした。おつです。さだなみさん、お断りです。繰り返す毎日にうんざりして。広島の天気です。その日、ああ、広島からね、
雲が流れていくからね。昨日の夜に広島雨だったっぽくて、でパセたちが花火した時は全然雨とかじゃなかったけど、その後に降ったっぽい。パセが配信してる時とかに降ってたっぽくて、朝とか昨日の夜とか地面が濡れてました。でも今日は天気良かったから明日の東京は天気がいいはず、きっと天気がいいはずです。昨日カラオケ20曲、私は20曲だけど、ソラハさんはもっと他のも歌ってた。2人で一緒に歌ったりしました。なんか最初ね1時間半だったんですよ、カラオケ1時間半だったのに、あの延長して延長して結局何時間、2時間半いました。30分延長30分延長でした。結局めっちゃいた。こんばんは。うちの近所モニが売ってません。嘘、モニあったよ今日見つけた。増えてました。モニ昨日3個しかなかったのに今日10個ぐらい置いてた、入荷してた。もちはださん、カッパイスありがとう。おかかごはんさん、メガネじゃなかった、虫メガネ。おみかんさん、カップアイスありがとう。スイスイとリリカ、パセが好きって言ってる NGT の3期生さんじゃん。いいな、今週 NGT さんお話し会なのか。パセは今週は、今週なんかねツアーが終わってから毎日お休みだから働きたいです働きたい。なんかみんな他のメンバーがSNS とかで今日はロケに行きましたとかさ、この番組見てくださいとお知らせしてるの見ると、自分だけ休んでる、やばいってなる、やばいやばいってなります。汗、働かせてください。ここで働かせてください。レジェンドさん、カップアイスありがとう。白熊さん、ハートありがとう。黒さん、カップアイスありがとう。パセリ、贅沢な名だね。今日からお前はパだ。髪留め、これもらいました、ソルハさんに。急にくれた突然くれました、この前あげるって新品をくれました。たかけいさん、怪盗猫ありがとう。怪盗猫ちゃんありがとうございます。かわいいっしょ。じゃんじゃじゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんです。口が納豆や。クレヨンしんちゃんすごくない？口の形かわかった？違う。急がば回れ、急がば回れってほんとさ、その言葉作った人すごいと思う。だってね、この人生で急がば回れっていう後悔したこといっぱいあるもん。あと冷静に行くこと大事。いやそうなんですよね、夏はねもうずっと活動があったから今ゆっくりすべきなのはわかるんですけど、やっぱりね、やっぱり48人メンバーがいるとお仕事もさ均等に来るわけじゃないから焦っちゃいますね。山崎さんハート、風の新さんハートありがとう。ジャーパングさんハートありがとう。ともさんハートありがとう。やすべさんカップアイスありがとう。僕体いいな、パセも僕体したい。僕体、そんなこんなわけでちょっとジタバタと巡り合
りたいよ。そう、明日なんかニューウェブプロジェクトの発表があるらしい。何も知らなくてびっくりした。何事？ 3.5 期と思ったけど、シルエットが 2.5 期だったんですよ。4人の番組とか始まるのかなと思って。どうなんだろうね。明日発表があるそうです。なんだ、生配信らしいわ。形跡さん、帽子とお化け、ありがとう。おみかんさん、帽子ありがとう。クロさん、ありがとう。ペニちゃん、音符ありがとう。そう、なんか自分だけ置いてかれてる感。わあ、昇格に向けて、そうだといいな。 2.5 期生ね、ほんとよ。昇格とかだといいな。お願い、頑張り屋さんな4人です。みんな3期生が入ってきて3期3期って言っちゃうかもだけど、 2.5 期生のことももちろん2期生のこともちゃんと見てください。かいちゃん、なるほど、ありがとう。たった今カメムシと格闘しました。もちろん勝ちました。どうしよう、これって負けましたって来たらもうカメムシがコメントしてるやん。よかったです、勝ってくれて。パセリルームにカメムシがコメントしてくるところだった。おめでとうございます。これからもカメムシに負けずにお互い頑張っていきましょう。ヤスベイさん、ハートありがとう。こんばんは、どうも、こんばんは。こんにちは、カメムシです。そっか、カメムシの世界線は昼なんか。ジャクソンさん、カップアイスありがとう。カメムシ騒動はなんか続いてるっぽいですね。リネタンはもうずっと言ってるけど、本当にいなくて、いないんですよ。うじゃうじゃいるって言うけど、本当に1匹2匹とかいて4匹とかなんですよ。だっけ、そんなスプレーとか持ち歩くほどの大量発生してるわけじゃないよ。でもみんな貧乏さ、他のメンバーも家の前がすごいって言うのよ。でも、TikTok でカメムシって調べたらマンションの前にもうなんか100匹ぐらいいるんじゃないかってぐらいの大群のカメムシがいる動画とか出てくるんですよね。それを見ちゃったから。ねえ、カメムシ何？公式からメールが届かない人へのお知らせがある。え？嘘？なんか出てますか？調べますね。見てみるね。冬になる前のカメムシの最後のあがき。なんか切ない。そんなん言われたら、カメムシにも人生があるんだよ。なのにね、切ないね。最後のあがきを人間たちに騒がれて、うわー。LED の明かりにはカヤムシ来ないらしい。そうなの？知らなかった。蛍光灯だけってこと？ STU の公式見たらいい？メールが来ない人がまた現れたんかな。パスのメール来てる？パスのメール今日はなんかめっちゃ長文だったくない？本当だ。メールが届かないお客様へ、日頃より STU48 メールをご利用いただき誠にありがとうございます。配信している各種メールが届かない場合、お客様のメール受信設定や迷惑フィルター設定により各種メールが届かない可能性があります。お手数をおかけしますが、ご利用のメール設定を事前にご確認いただき、メール
stu48.com のメールを受信いただけますよう各種ご設定をお願いします。また iCloud ドメインのアドレスは Apple 社の規定により当サイトからの配信メールが Apple 社のローカルポリシーに反するメールと判断されメールの受信を拒否してしまう場合があります。 Gmail や Yahoo メールなどフリーアドレスでのご登録を推奨いたします。私も iCloud です。でも来てます、メールちゃんと来てる。でもこの前マネージャーさんにさ、あのメール来なくなりましたって言って直してもらったんですけど、連絡取ってもらって G メールとかにしてみた方がいいかもですって言われた。やっぱ G メールにしよっかな。パセ G メール、今日メールこっち来てますか。おはよう、とおはよう、とあとアイスのやつ、モニューのやつと、あとは何送った、映画行ったよーと、敵会の道具買ったよーと、あと一個何送った、パセリ今日なんか送ったっけ、なんか送ったかな、え、なんか送った、私全然覚えてない、なんだ、あ、え、違う、え、幻の一通がある、あ、カラオケか、カラオケだ、それだ、カラオケのやつが、なんかカラオケと映画のやつがちょっとだけ長文かもしれない、読みづらかったらごめんね。あと誤字してます、私メール、ね、メール一通誤字めっちゃやばくて、どのメールやったかな、やば、誤字やんと思ったんですよ。一人映画かな、違う、一人映画じゃない、あ、これだ、チェキ小道具のやつ、チェキ小道具ゲットだぜのメールの、あの写真の下の文字のところめっちゃごじってて、写真以外にもって書いたのに、写真は以外にもっていう、なんか写真は意外にもみたいな、違う意味に捉えられそうな誤字をしてて、でもこれは写真以外にもって切ります。間違いは写真は意外にもじゃなくて写真以外にもです。よろしくお願いします。脳内修正お願いいたします。このアヒルの写真の下のとこね。コカジヤさん、ハットありがとう。ごじってましたぜ、あぶねえ、よろしくお願いします、すいません5時多めです、最近いっぱい買ったの、アヒルとか、あとバルーン、ハートのバルーン買いました。手に持てるステッキみたいなやつ買いました。可愛いチェキにするんだ、みんなが大事にしてもらえるように、可愛い可愛いやつにするね。今日のパーコのね、夜ご飯は刺身が食べたくてスーパー2軒はしごしたんですけど、あのお刺身なんか高くて最近まあ買えないと思ったから、ドンキで買ったサバの、違う、イワシの味噌煮缶詰を食べました。魚欲を満たしました。缶詰のおかげです、ありがとう。缶詰を開発してくれた世界の誰かに感謝です。池尾さん、ハート。安兵衛さん、なるほど10個ありがとう。なるほど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 、魚魚魚、最近はあれよ、もうチェキがさ結構主流というか、チェキを持ち歩く人が増えたから、私あのメイドさんとかが書くチェキあるじゃん、ああいうのやりたいけど多分ね無理なんですよね、絶対に当日スタッフさんに撮ってもらって書くから、絶対時間も
ね、いつも押しちゃうから、私はチェキ会とかサイン会時間押す死後が多くて時間押しちゃう人だから、絶対にあのデコったらもう夜になっちゃう、夜中になっちゃう。千本桜さん、お断りです。そう、シールとか貼りたいし、可愛いのにしたい。ジュノラゴさん、カッパイスありがとう。そう、リンコよりは、そういつもリンコの方が長いから大丈夫だよってファンの方に言われたけど、もうリンコ卒業したから、今んとこパセリが STU で一番あの長引く人だから。3期生とか、え、3期生ないの？チェキ会って。ある？あるか、あるよね。3期生に新しいチェキ会長引きマンみたいな人が現れてくれたら、あの嬉しい私もちゃんと時間守れるようには頑張ります、頑張りますので、皆さん温かい目で応援よろしくお願いします。そう、新生長引きマンがいるといい。え、そうなんだよね、みんなあの褒めてくれるけど、スタッフさんの顔色はどんどん曇っていくから、あーあー、時計とかめっちゃ見てるもんそうだよ、スタッフさん残業だから本当申し訳ない。他にもさ仕事あるのにずっとつきっきりじゃないですか、あれって。だから申し訳なくて。グアドリさん、ハートありがとう。そう、ペース配分ね、ちゃんと考えなきゃ。そう、うなちゃんとしみさらとやんごろうと同じ日です。よろしくお願いします。こんばんは。どんな感じなんだろう、3人はどういう服とか着るんだろう、気になっちゃうぜ。そうだよね、私の席替え次第で STU のね、会社の皆さんの労働時間が決まると思ったらダラダラしてられませんね。頑張ります。部屋は2部屋あって22だと思う。よろしくお願いします。パセリとヤンゴロは時間を切っ取りました。時間を切るの大事ですね、同時に読まれちゃうからね、ああいうのはね大事。イモケンピさん、カップアイスありがとう。でも多そうだなと思った、パセとヤンゴロを撮ってる人ね、多そうな気がする。アヤパセリ、アヤパセリもまあまあ推しかぶりみたいな、なんていうの、あのいるけど、ヤンゴロウとパーコもちょっといるかな。でもヤンちゃんとモモちゃんの方がいそう、2人の方がね。えなんか元から多かったんですよね、元から多かったけど PR 舞台入ってからより増えた気がします。 PR 舞台入ったらさ、パセリンコとかさ、そういうの増えたから、仕方がないよね。あ、そうだ、ニックネーム登録忘れずにしてください。やった、みんなニックネーム登録、ニックネームかわいいやつとかにしときね。なんか本名とかなったら大変。尾崎セリカ、まあ尾崎セリカでチェキもらうのもいいけど、パセリちゃんへとかのね、あのかわいい、みんなが考えたオタクネーム、ハンドルネーム忘れずに。こんばんは。うん、でもね、なんかよくいるのが、登録したのにできてませんでしたの人もいるじゃないですか、結構な頻度で、あのサイン会とかの時、登録したのにみたいな。で、前回はニックネームだったけど今回なぜか本名でしたとかもいたんだよね。だから怖いね。ジロ君、ハートありがとう。
修羅場を覚悟しています。わそれは超修羅場や。でも安心してください、この前の打ち上げ祭に勝る修羅場はありません。大丈夫です、あれを乗り越えたならもう怖いものなんてない。ユニバでゾンビに襲われたって、バンジージャンプを飛んだって、なんてことはないです。心臓に毛が生えます。トシさんラブレターありがとう。ショウさんカップアイスありがとう。ラブレターもありがとう。ちなみにチェキ会は配信見れなくてもお家に届くので、予定が合わなくても安心です。こんばんは。わー、いやこの前のカラオケ大会、カラオケ大会じゃない、打ち上げ祭はやばかったですよ。あのとんでもないみたいな、主に私なんですけど、誰々さん私のファンと思ってたのにみたいなのがいたんだね。陣内さん虫眼鏡ありがとう。ねえ、は確かにツアー千秋楽、そっか、定点無料で見れるんですよね。でも私ね、あの普通に定点じゃないやつも買ってるんですよ。もう見たんよね。確かに新曲見たいね。 MV 公開されたら MV 公開も一緒に見たいな。どうですか、前回のシングルの時は一緒に見たよね、ミュージックビデオ見たいな。こんばんは。確かに今度明日とか見るか、一緒に定点映像 STU チャンネル、早めがいいですよね、ずっと公開されてるわけじゃないし。じゃあ明日の夜何時になるか分かんないんですけど、明日の夜配信でやろうかな。大阪のじゃあ南極かだけにしようかな。もうすっごい見ちゃいそうだから、そうだね、何の曲、ユニット PR 舞台のユニットと、ユニット表題は絶対見たいなって思ってます。ユニットエガちゃんと君は何を後悔するのかと、あとはあ永遠より続くようにね、永遠より続くようにも見たいね。じゃあとりあえず3曲かな、3曲明日一緒に見ましょうか。何時から配信できるかな。明日さ、その 2.5 期生の生配信があるっぽくて、その配信の終わり時間次第とかになるかもだけど、それでもよければお時間合う方はぜひ、無料で見れるみたいなのでよかったら一緒によろしくお願いいたします。ポセもちょっと見れるかちゃんとチェックしとかなきゃ。アップデートしてくださいと言った、アップデートしといて、みんなもデート大事。こんばんは。
あ、確かに練り歩きも、そっか、練り歩きそうじゃね、定点だからダメか、練り歩きは。そうね、練り歩き見ても誰もおらんのか、意味ないか。よろしくお願いします。ちょっと忘れちゃいそうだから、忘れちゃいそうだ、なんか忘れちゃいそうだから、また誰かあの X でパーコちゃんにパセリって言ってください、今日の夜とか。よろしく。こんばんは。ダブルアンコール、練り歩き、すごくない？練り歩きもうできるんよ。3年前4年前にさ、できなかったあの練り歩きがもうできるんですよ。ひー、あんなに近くで見れて。そう、夜だけだね。こんばんは。え、練り歩きで千穂ちゃんに帰ろうとして席に戻されたファン、え、そんな人がいたの？そんな人がいたのか、びっくりしたでしょう。びっくりするだろうなと思ってワクワクしました。でも一回やっちゃったからさ、次やってももうみんな構えてさ、あ、降りてきそうだなみたいな、あ、この曲降りてきそうみたいな、大体想像つくじゃないですか、練り歩きソングって。だから次はこの前みたいな新鮮なびっくりはちょっとだけ薄れてるかなと思うからさ、みんなが練り歩きになりすぎたら悲しいよ。この前はめっちゃわーみたいな、ウェーみたいな感じだったのに、どん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 それが通常になっちゃいそう。そう、本当は舞浜でね、練り歩きがある予定だったんですけど、なくなっちゃいました、コロナ。トールさん、ハートありがとう。おばあちゃん直後、私やってみたいんですよ、客席から登場するやつやりたいです。バーンって、客席になんか箱とかあって、そこがバーンって開いて出てくるみたいなやつやりたい。田辺さん、カップアイスありがとう。あとは2階席も行きたい。この前1階だけだったから2階席とか練り歩いてみたいし、トロッコも乗ったことないからトロッコ乗ってみたい。アイドルって感じがする。トロッコね、乗るのもいいけど、あのスタッフさんとかが手動で押してる、押す係もしてみたい。何事も経験じゃん。あ、そう、あれもやりたい、ジャンプするやつやってみたい。なんて言うんですかあれ、ジャンピングステージ、ボーンって。でもあれってさ、手動なんでしょ、スタッフさんがこうやって投げてるんでしょ、違うの、パーンってやってるでしょ。だからもしそこにあのメイクさんとかがたまにこうやってメイク直ししてくれてるから、そこでメイクさんが乗ってきてくれちゃったら、もしかしたらみんな見たことない、えー、みたいな、誰だみたいな人が一緒に登場しちゃうかもしれない。ジャンプしてパセリ飛び出るやつやりたい。楽しそうや。何の曲が合うかな。今私の頭の中に流れてるのは制服レジスタンスが流れてる。トゥ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 ンツツンで出たいかな。え、もしさ飛ぶ瞬間にパセリがさ、え、ちょっと待ってください、やばい、ちょっと靴下間違えましたとか言って着替え部屋に戻ったら、パセリがいない状態でさステージ上げられちゃうかな。恐ろしいな。パセリ前科があるからね、靴下間違えた。で、出番ギリギリに違うよって言われて急いで走って戻って履き替えたっていう1年前の前科がありますので、危険です。白い靴下履かなきゃなのに、いつもマイカー公園で、マイカー公園でね、制服の重さ披露するときはだいたい赤の靴下なんですよ。赤い衣装だから赤の靴下で、で
この前去年の5周年の時に制服の重さやったんですけど、制服の重さは赤い靴下ってもう脳みそにもうインプットされてるから、赤履いて出ようとしたら違うよここ白だよって言われて、で衣装が制服だったんですよ。だからいつものマイカー公園で着てる赤い衣装じゃなくて違う衣装だから靴下も違くて、急いで戻って履き替えて間に合いました。ヒロさんカップアイスありがとう、ありがとうございます。5周年だからグリーンアリーナよ。前回グリーンアリーナであの大きいステージで間違えました。しかも大きいステージだから着替える場所もちょっと遠くてさ、超焦った。うん、アフタートークで暴露された。だから次もさグリーンアリーナやけんちょっとやらかさんように気をつけます。しゅんさん、やすさん、カップアイスありがとうございます。みんなも気をつけて、靴下問題。靴下でも左右間違ったらユミラーですって言えばいいけどね、これはユミリンさんリスペクトですっていう風に言えばどうにかいけるかもしれん。ユミリンさんの卒コンだから。カズノシンさんラブレターありがとう。ね。でも間違えません絶対に。絶対にもうやりません。反省したもんめっちゃ。もう泣きそうだったもん。え本当にね、本当に普段からユミラーなんですよ、ユミリンさんって。レッスンの時もレッスン中にチラッと足元見たらもう全然違う靴下履いてる。色違いとかでもないよ、もう柄すら違ったりする。だから、ああすごいって。すごくないんだって靴下こんななんかずっと続いててさ。みんなもありますか、なんか自分だけのこだわりみたいな。パセリは、パセラーはなんだろうな、パセラーはなんもないな。こだわり、こだわりのない人間だわ。なんかあるかな、アイデンティティ。パセリのアイデンティティはアイスをいっぱい食べること。もうそれしかない。なんだろうな。他のメンバーにない自分しかないもの。なんでしょうか。なんだろうか。ない。パンツ情報を教えられてしまった。そうか。そういうのあるの。やだな、みんな。これからライブとかするとみんな推しメンのカラーのパンツとか履いてると想像しちゃうやん。外歩くときはね、最近は一点を見つめて歩くのを頑張ってます。あとは歩くときに気をつけてることはベロの位置、ベロの位置を天井にちゃんと定位置にすることを意識して歩いています。気抜くとさベロ下がってきちゃうからで、ちゃんとここの、 上あごのとこにくっつける。ああ前髪クリップね、確かに前髪クリップの向きは絶対にこっち流しだけど、前髪分けるときはこっち分けっていうのがパセの個人的なルールです。ベロは定位置があるらしい。上口のここにベロがくっついてないとダメらしい。こうなるとダメなんて、こう
教えてほしい。なんか赤ちゃんの時にそういうやつさ研修してほしい。ベロの位置はここですみたいな、そういう当たり前と思ってさやってる人もいれば、知らずにパセみたいにベロを楽させて生きてる人間もいるじゃないですか。くっつけていきましょうみたいな赤ちゃん向けの研修会が欲しいです。あとは何が、電車では泣きませんみたいな、電車ではじっと座りますみたいなのとか、子供の時。あとはお腹が空いたらちゃんと言いましょうみたいな、喉渇いたらちゃんと定期的に水を飲みましょうとか、そういうさ人間の当たり前のことって習わないと分からん。あと冠婚葬祭も教えてほしい。分からない。うん、あとアイスの食べ過ぎは注意。え、違うよ、子供の時ってさ、私もそうだけどおしゃべりしちゃいがちじゃないですか、電車とかで。ママーみたいな言っちゃうから、そういうのもしってか、ママがよく言ってるから、そういうのをちゃんとお利口に座りましょう。泣くのはね仕方がない、泣いてるの聞いても可愛いとしか思わんけど、ママ大変やなって。だって泣いてる時さ、お母さん絶対周りに申し訳ないと思って過ごしとんやろうなって思って見ちゃう。クアドリさん、カップアイスありがとう。何？労働者としての権利主張の仕方を教えるの？なんか難しそうや。山猫坊主さん、なるほど、ありがとう。暗黙のルール？何？暗黙のルール？歯を磨きましょうみたいな？いや、それ全然暗黙じゃないか。何が暗黙のルールだろう？人間界生きてて。メイクしなさいみたいな。あ、服装自由ですって言って本当は自由じゃないよみたいな。え、わかる。飛行機とか新幹線の乗り方はさ自分でねやらんといけんから、そうだよね、教えてほしいわ。確かに私もわかんなかったもん。難しいよね本当にそういうのって。でもさ大人になったら当たり前にできちゃうから、そういう初心のことを忘れちゃうのかもしれんよ、ね、栃木のスーさん、カップアイス。阿部寛さん、カップアイスありがとう。なんだろうね。あ、そうだね、リクライニング戻すの大事、超大事や。それは倒しっぱなしで降りる人結構いるよね。あ、バスとかね難しい。だ、今スマホがあるけんさ乗り方も調べられるけどね。緊張しちゃう。一輪車竹山の乗り方わかりません。でも一輪車は小学校の時に放課後やりすぎていつの間にか覚えてた。めっちゃ転んでさ、いっぱい膝に傷だらけだったよ、小学校のパセちゃん。リクライニング大事ですね。でもさ、倒していいですかって言われてダメですとは言えんやんね。難しい。倒しますね、はいじゃん。もう倒しますねの勢いで倒していいですかじゃないですか。難しくない？コミュニケーションって。ダメですと言われたことある人いますか？誰かあるかな。でもありそうじゃない？え、言われたことある？いや、それは揉めますわ、揉めちゃうわ。
あるの？怖いね。難しいな。マックスで倒します？今日それをそう、マックスで倒しますねっていうセリフを今日ある場所で聞いて、おお、勇者やなと思ってみました。まあ何かちょっと口では言いませんが、これで見ておおとなった。なかなかなチャレンジャーや。こんばんは。新幹線でシートを回転させて、知らない人とちょっと対面状態になった。気まずい気まずい気まずい。でもあるよね、対面。私の地元の電車とかはさ、もともとそういう向きになってるんですよ。もういつ乗っても対面だから4人席なんですけど、気まずいよねああいうの。広島から尾道行く時とかもあるよね、そういう。そう、ボックスシート、あれ気まずいですよね。膝がぶつかるもん。気使っちゃうわ。わかる。路面電車乗り方私も分かんなくて、初めて乗ったのが18とか1718ぐらいの時に初めてお母さんと一緒に乗ったんですけど、路面電車長崎で、乗り方が前払いかと思って一生懸命ピッてやってんだけど、後払いでした。降りるときに払ってくださいねって言われた。わかんないじゃないですか、でもそんな言われてもね。何事も実践してみないとね。まるさん、ハートありがとう。そういうの悪くない？バス。地域によってあるよね、前払い制みたいな。あと高速バスとかはさ、前払いだったりとか予約がいるとか。もう難しいよ、もう分からん。ジロ君、お断りです。サンタクロースのルールは「ほうほうほう」以外言っていけないらしい。メリークリスマスもダメなん？メリークリスマスも許してほしい。ほうほうほう。ほうほうほうってこと？ほうほうほう。メリークリスマスって子供言った。ほうほうほう。サンタさんありがとう。ほうほうほうってことですか？せめてメリークリスマスはいいよ。たかしんさん、メビウスさん、カップアイス、アルさん、アイス。うっかりあんこさん、お断り。山崎さん、ハートありがとう。ほう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 。本当？これ。お、モニュゲットしました。やったー、仲間が増えた。モニュ仲間、美味しかったでしょう。モニュモニュモニュしてた？こんばんは。イントネーションが違うんかな。ほう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 みたいな。むず。一律料金楽だよね。計算しなくていいもん。電車側が。
なんか取り忘れる人いるじゃないですか。ピッてし忘れたりとか、あの切符みたいな、あのなんかチケットみたいなやつ取り忘れる人いるからさ、運転手さん側が楽じゃない？一律だと。乗ってる側は何番って覚えとけば、あの電光掲示板で見れるけどさ。キョンシュさん、うま、ありがとう。え、新潟の電車1両目の1扉しか開かない。そうなんですか。じゃあみんなそこへ降りるの。めっちゃ混むやん。たまたまじゃなくて全部。もにゅー、そういえばさっきモニュー食べた。モニュー語尾もモニューになってるやん。もうね、128円やった今日見たら。え、ね、ドキドキするよね。わかる。バス乗っとってさ、自分の番号ずっと見て、やばい、上がる上がるって思って見ちゃう。悔しいよね。一駅前とかで上がると悔しい。歩けばよかったってなる。ね、あ、そう、降りますボタンも押すか毎回迷う。路面電車だいたい止まるじゃん、全部の駅で。バスと違って。でも押さんと止まらないかもと思って、どうしようどうしようって悩んでる時に誰かが押してくれます。次止まりますとかのやつ、バスの。あと見つけられない時がある。ボタンがどこにあるか分かんなくてめっちゃ探す時とか。モニュー、え、遅れそうになると線路から乗ったなって。どういうこと？線路からの、どういうこと、どういうこと。バスで500円？ひえー、500円。そんなことあるの？線路から乗れるの？この前テレビで見た海外の電車は、なんかお店が線路のもう脇にお店がいっぱい並んでて、電車が来る時にちょっとなんか撤収して、で電車通ったらまたお店広げてみたいなやつをこの前テレビで見たんですよ。なんかもう線路の脇にフルーツとか並べてあるのね、あるよね。この前見てびっくりした。って、あ、ベトナム、タイ、どこだ、インド、わかんないけど、どっかのやつで見た。ね、すごくない？だってボケーってしてたらさ、気づかずにさ、やばいやばいってなるじゃん。やばいやばいやばいってね。なんかテレビとか見てると知らないことばかりやなって思います。自分がさ当たり前と思ってるの全然違うんだなと思って。ドア開けっぱなしなの？怖っ。超寒いじゃん冬。夏は暑いね。時間通りに来ないのは当たり前。そんな遅刻しちゃうやん。あ、ね、上に乗ってる人とか見たことある、バラエティーで。考えられんね。すごいな。でも慣れるもんなのかな、移住とかしたら。台湾ジョジョさん、かわいい、ありがとう。パセ、日本から出たことないけん海外行くのちょっと怖い。喋れないからさ、英語とかも。日本語
すらちょっと危ういけん怖いって話をこの前メイクさんにもしたんですよ。メイクさんがあの韓国行ったんだとか話してくれたから、えーって韓国行ってみたいけど言葉喋れないからって言ったら、え、私も喋れないよって言われました。喋らないけど全然通じるよって。あそこはもう日本語と韓国語と中国語とかが飛び交ってるよって言ってて、えー、本当？でもなんかあれあるじゃん、お金のさレートみたいな、ここで帰った方がいい、換金した方がいいみたいなやつとかさ、そういうのも分かんないから、乗り換えとかも分かんないから全然分からん。あ、アプリとかか、そっか。翻訳こんにゃく大事、大事だよ。翻訳こんにゃくの存在は、誰か開発してください。今開発したら高く売れると思います。でも安めにお願いしたい。井出さんバラありがとう。四国から、四国海外なんですか。え、四国行きたいよ。私は愛媛をずっと行きたい行きたい行きたいって言ってるけど、寒くなっちゃいそうだね、もう行ける頃には。エルさん虫眼鏡ありがとう。こんにゃく、ああ、え、翻訳こんにゃくって煮物とかでもいいんですか。ダメ、生丸かじり、おでんとかにしちゃダメなの。味しみしみしちゃダメ、あの切り込みとか入れて、それはダメ、あのブヨブヨの状態のブルンブルンでいかんとダメ。カズノシンさん尊いありがとう。え、おでんがいいな、翻訳こんにゃく。あ、味噌味があんの、じゃあいっか、ちゃんと火通ってるならいいや。え、こんにゃくは切れ込みを入れて、こうなんかクシャ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 みたいな、あの切り込み入れたら味しみる多分。ジェリーさんカップアイスありがとう、ありがとうございます。あ、肉じゃがね、え、肉じゃが？こんにゃく？糸こんにゃくやん、肉じゃが。こんにゃくのレシピもあるんかいね、見てみる、気になったらすべて調べます。肉じゃが、こんにゃく、ね、あんきパンもジャムつけたいよね、バターとか、あとさ高級食パンとかのさ、いい生地の食パンとかも、あ、こんにゃく入れるとこもあるよ、ほんとだ。でも糸こんいっぱい出てくる。え、糸こんと白滝は違いそう、白滝、糸こん、白滝、違い、うーん、え、同じらしいです。現在でははっきり区別できる違いはなく、呼び名が違うだけで同じものを指すことが多いようです。主に関東では白滝、関西では糸こんにゃくと呼んでいるようです。だって、だって、ちなみに白と黒の色の違いは海藻粉末が混ぜ込まれているかいないかです。だってよ、そうなんだ、同じらしい、新しく知識が増えました。わあ、
知らなかった。勉強になりました。うん、確かに。どこでこの知識披露したらいいんだ。うん、確かに。うん、どこで披露しよう。コンビニ誰かのショールームでそういう話題が出た時にみんなもうすぐコメントしてください。一緒だよってドヤ顔で、白滝と糸こんにゃくは一緒だよってみんな言えるけど、私はどこで披露しようかな。あ、宴会で。え、こんにゃく食べ放題知ってる。あれでしょ、こんにゃくパークみたいなやつでしょ。この前 YouTuber の、 あのエミリンさんが言ってました。こんにゃく食べ放題、しかも入場料無料らしい。もうそんな無銭飲食やん。え、どういう、え、入場料無料みたいに言ってたけど本当ですか？無料バイキング。 YouTuber だからとかじゃないよね。こんにゃく手作り体験、こんにゃく詰め放題もある。こんにゃく美味しいよね。お腹たまるし。こんにゃく詰め放題500円らしい。ビニール袋いっぱいにたくさんのこんにゃくを詰め放題。商品が袋からこぼれない程度でお願いします。開催日によって詰め放題の内容は異なりますって言ってる。こんにゃくとゼリー詰め放題だって。すごい。手作り体験もある。手作り体験は有料です。でもバイキングは無料。玉こんにゃくの煮物、あとはこれはなんて書いて、こんにゃくラーメン醤油味とか、全部こんにゃくや。お刺身こんにゃく青のり、あとはレバ刺しこんにゃく、稲葉うどん風こんにゃく。はい、すごっ。全部こんにゃくでできてる。へえ。群馬県こんにゃくのテーマパーク、工場見学無料、こんにゃくバイキング無料、駐車場あり無料、開館時間9時から18時、定休日なし。定休日なし、やばい。この地区に住んだらさ、毎日お腹いっぱいなれるやん。こんにゃくパークの近くに住むしかないやん、これは。しかもなんかフォトスポットもある、ちゃんと。すごいね。どうやって収入得とるんやろ、こんにゃくパーク。不思議、全部不思議。連絡味噌おでん、玉こんにゃくの煮物、こんにゃく醤油ラーメン、玉ねぎとタコさん、玉ねぎとタコさんこんにゃくのバラ焼き、なんだこれ。生芋玉こんのおでん、生芋玉こんにゃくのピリ辛煮、すき焼き糸こん、特製こんにゃくカレー、こんにゃくソース焼きそば、タコさんこんにゃくの唐揚げ。タコさんこんにゃくってなんだろう、さっきから。くず切り、こんにゃくプリン、寒天デザート。タコさんこんにゃくは何者ですか、初見。タコさんこんにゃく検索。何、タコさんこんにゃくって。なんだこれは。秘密のタコさんこんにゃく。何を秘密にされてるの、教えて。
何？タコさんのような食感のこんにゃく。へえ、どういうこと？食感がタコさんらしい。タコのことめっちゃ尊敬してるやん、さん付けして。タコんにゃくとかじゃなくてさ、もうタコさんこんにゃくだから。ウインナーじゃなかった、不思議だ。タコのような食感のこんにゃくってなーに。タコのような歯ごたえ、アク抜きなしでオッケー。ありがたい。唐揚げや酢豚、肉じゃがにカレーと使い勝手も抜群。タコのような弾力あるこんにゃくなので、しっかり噛んで満足感もアップ、食べ過ぎも防げちゃいます。音符マークって言ってる。気になる。誰かさ、群馬行くことがあったらちょっと食レポしてほしいです。タコさんこんにゃく、食感がタコさんらしい。イカじゃなくてタコ。気になる。初めて見た。ね、満足感アップはありがたい。いくらするんだろう、タコさんこんにゃく。タコさんこんにゃく、アマゾンで売ってる。 130g の12個パックで2484円。ってことは、ってことは1個いくらですか。送料500円かかるけど、1個いくらだ。気になっちゃう、食べたい。200円ぐらい。これ案件じゃないよ。もう完全な個人の、そういう気になるという思いをね、ショールーム上で発信してるだけ。そう、気になっちゃうんだ。気になるよ。酢豚におすすめなこんにゃくとかあるんだって。酢豚よ。みんなパセリさ、鶏肉を解凍してるの。鶏もも肉どうしたらいいと思う。明日のお昼ご飯にしようと思ってるんだけど、どういう処理がおすすめですか。下味とかつけといた方がいいですか。今日のうちに何がいいですか。ちなみに鶏胸肉です。ソラハさんはいつも片栗粉でなんかまぶしてプリプリにしてから焼いたりしてる。でも私ん家には片栗粉がないんです。何がいいですか。唐揚げ、油は存在しません、パセリ家には。いつも食べるのはもうそのまま焼いて塩コショウとか焼いてポン酢とかか。あ、親子丼どうですか。親子丼、親子丼にしようかな。卵ないけど。今冷蔵庫にあるものはバナナ、ヨーグルト、鶏胸肉。全然何の親子もなかった。親子成立してないけど。全然ダメだった。なこみく船方さん、カップアイスありがとう。あと牛タンがある。ふるさと納税の牛タン。牛タン、牛タン、他人丼でいくか。バナナと、バナナと鶏胸肉の。タカヒーロタカさん、メガネ間違った。虫メガネありがとう。鶏肉とナスの甘酢漬け、わ美味しそう。美味しそう。照り焼きわいいね。牛タンは来年とかまでだった気がする。違ったかな。マートワさん、ハートありがとう。こんばんは。鶏胸肉、みんな鶏胸肉どうやって食べてるんだろう。調べたんですよ今日。そしたら
なんかみんな鶏ハム作ってた。沸騰したお湯にジップロックを入れた鶏ハム、鶏むね肉入れて放置してみたいな、蒸してっていうレシピが出てきたんですけど、それの引用リツイートでなんか菌がなんかその常温で放置すると良くないですよみたいな書いてあって、ちゃんとしっかり火を通さなきゃダメですよみたいな書いてあったから、あの芸能人のさ方々、指原さんとかが使ってる低温調理器のやつあるじゃん、あのなんか鍋に刺す棒みたいなやつ、あれがあればねいいんだけど。マッチョになりたい、お腹割りたい、私マッチョマンになりたいですね。鶏肉は大事だよね、熱いろいろ食中毒とかなったらもうマッチョどころじゃないもんな。炊飯器か、やっぱ炊飯器いるのか、買っとくべきだったな、引っ越してきた時に。チョコザップ、なんかもう広島の街もチョコザップだらけだけど、すごくない？急に現れたよチョコザップが。何者ですか、こういうマークのやつ。チョコザップ、チョコザップ、チョコザップ、気づいたらあここにもできてるとか、この前はどっかの遠征した時も違う県でもわここにもあるやんってなったし、めっちゃ増えてるよ。みんなマッチョになりたいの？運動不足？ね、増えてる。え、そうなんだよね。チョコザップってなんかチョコチップみたいで美味しそうなんだよね。気になる。でも私は絶対そういうのは通えなくなる。家から出るのがわーってなりそう。行かなきゃと思ったら憂鬱になりそう。今は家にいると無理だから出歩くけど、逆に行かなきゃいけないっていう使命感でもううわーってなって引きこもっちゃいそう。ブルーライブの近くにもあった。嘘、そっち方面にもあるの？本通りにもあったし、今日も昨日か今日もどっか歩いてる時に見つけたんですよね、広島市内で。そう、リコちゃんがねジム偉いよね。こんばんは。どういうやつがあるの？こういうなんかガチのこういうやつ走ってんの？何してんの？あそこの中でみんなこれの練習してんのかな、あの看板のこういうやつの練習してる。で次の CM 狙ってるみたいな、みんなでこうやって鏡見て。マシン、こういうやつ寝っ転がってこうやってあげるやつとかするんですか。都心のチョコザップは、スーツの人がやってんの？仕事終わりにすんぎょ、めっちゃ元気やん。チョコ食べたいよね。みんな何のチョコレートが好きなの？パセはタケノコの里が好きだよ。あとアルフォート好きだよ。キットカットも好き。でもアルフォートはね、最近また青葉に戻りました。たまに水色派になるけど結局青派になります。今青派、青が好きです。小枝ね、あチョコジューね、チョコチップクッキー、チョコチップクッキーなんか糖質オフのやつあるよね、セブン。アーモンドチョコレートはローソンのやつが美味しいね。いっぱい袋に入ってるやつ。ガーナね、
ガーナ美味しいね。ガルボも美味しいな。ピーナッツチョコ大好き。98円とかで売ってるやつ大好き。アルフォートね。クランキーパイの実チョコチップメロンパン明治。でもそんな分からん私、ガーナと明治のチョコレートの違いがそんな分かってないかもしれない。どっちも美味しい。どっち派とかあるの？違うの？やっぱりミルク感が強いとかあるの？サシャチョコフレーク大好き。チョコフレークとかコーンフレークとか積極的にパフェに入れてほしいです。ザクザクして美味しい。どう違うん？ガーナと明治は。ミユラッチさんカップアイスありがとう。ミルク感が違うの？ヤンヤンつけ棒は、私のヤンヤンつけ棒のおすすめの食べ方はまず指を1にしてチョコをこうやってすくってこうやって舐めること。おすすめです。あのクッキー持ってこうチョコつけてピョッとかじゃなくてもう指でもう食べるのが一番おいしい。おすすめです。普段一緒に生活しているこの指もおいしくしちゃう魔法のチョコレートです。あれはおすすめよ。だってね折れちゃうんよ、あのクッキービスケットが折れちゃうけんやっぱ指は折れないので指でいっちゃう。そう指って美味しい。そうケンタッキーとかマックのポテトとかポテチとか食べた後の指ってめちゃくちゃ美味しい。魔法がかかってると思う。チョコラブさんカップアイス10個ありがとう。パセンの指、今はパセンの指は何の味がするんだろう。あ、なんか柔軟剤の匂いがするからちょっと柔軟剤味かも。でも今服触ったからかもしれない。あ、札幌ポテト美味しいね。指、じゃがりこも美味しい。じゃがりこは味が濃ければ濃いほど指が美味しくなる。お寿司、この前リコチがお寿司を手で食べてみたいって言ってて確かにと思った。あのマイカーのさ七並べの焼肉あるじゃないですか。あれお寿司も追加してもらえませんか。ちょっと指で食べてみたい。大将が握るお寿司食べてみたいってリコちゃんが言ってて確かに食べてみたい。回らないお寿司どうやって握るのが正解。どうやって食べるの？こう？こう取ったらいいの？どう？こうですか？あのマウスを持つ感覚でいいですか？どんな感じで？肉寿司？肉寿司手でいくの？強っ。肉寿司はいけますか？そう回転寿司とかはさお箸じゃないですか、ね、フレーベさんカップアイスありがとう。ワンお寿司食べたい。お寿司今度お母さんとお寿司行く約束したんですよ。楽しみです。飛騨牛の肉寿司はーへえ。寿司は基本は何？星で食べる。とんでもない食べ方でもした？星になってるじゃん。
どんな食べ方するの？逆立ち？何何？何？気になりすぎる。マリオ2さん、バラありがとう。気になるよ、この寿司は基本は星で食べる。何何何？手かな？手か。手づかみってこと？あ、手か。ちょっとがっかりしちゃってごめんなさい。手か。え、でも逆立ちで食事できないですよね。だってさ、飲み込んでも重力には負けそう。今はゴクンってしたら重力にさ、こう従ってこう食べたものをこうやって流れていくけどさ、逆立ちして食べたらさ、鼻から出てきそうじゃない？どうなるんだろう。可能なのかな、逆立ちして食事するのって。タカミーさん、カップアイスありがとう。戻ってきたのを食べ続けたら永遠食べる。確かに確かに本当だね。逆立ちして食べてまたこうやって重力で戻ってきた。また美味しい。あ、また美味しいみたいな。美味しいかな。美味しいのか。誰か試してください。ちょっと私は逆立ちできないんですよね。すぐ頭にね、こう血液がこうわーってなって頭痛くなるけん、ちょっと逆立ちできるよって人、ちょっとバラエティとかでなんかちゃんと専門家のもとやってほしい。気になっちゃう。シャリに醤油つけると崩れやすいからネタにつけるといい。え、剥がしてってこと？たまにやってた。おお、無意識のうちにやってました。なんか持ち上げるのがめんどくさくて上だけ剥がしてちょんってつけて戻して食べて。え、剥がさないの？逆さまにするってこと？ああ、そっちタイプか。メロンのあそこさん、カッパアイス10個。川取さん、カッパアイス10個ありがとう。そっちか、人間じゃなくて寿司を逆さまにするのね。でも確かにそうだよね、シャリたまに崩れちゃうもんね、醤油の上で。わあみたいな、やばいやばい、吸い込んじゃう吸い込んじゃうみたいな時あるもんね。こんばんは。醤油のつけすぎに注意ですね。あ、十字になってる。びっくり、十字でした。今日も喋りすぎた。9時半、ん？8時半からか、ん？8時半から。気づいたら十字になってた。終わろう。わお、みんな付き合ってくれてありがとう。今日も何話したのかもうよくわかんない。あっち行ったりこっち行ったり、あー話がねぴょん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 飛んでたけど、ありがとうございました。楽しかったです。新しい知識が増えました。こんにゃくパークのタコさんこんにゃく、あとみんなこの映画見たらパセリと感想を話し合いましょう。あの犯人がって言って、犯人が本当にもう犯人えーってなる、もう奥歯噛みしめてえーってなるぐらい、もうすっごい嫌だった。もうおこですよ、あれはもうサイコパスや。ダメ、反省してなかったもん全然、自分がしたこと。もう犯人のこと許せませんっていうぐらいだから、その気持ちをこの映画見た人と共感したいです。そう、おこです。
んばんは。あ、虫歯なんですか。それは噛み締めないでください、痛くなっちゃうから。前歯で噛み締めて。あ、見てないや。そっか、エンドロールの、わかんない、見てなかった。そっか、犯人はエンドロールの4番目か5番目にいるやつね。うわー、忘れてました。じゃあ今から私、科捜研の女の録画見るからさ、チェックしとくね。奥藤さん、なるほど、ありがとう。もうダメです。もう刑事ドラマ見ると、なんでそんなことするのっていうことが多くて、もやもやするけど見ちゃう。もう中毒や、これは。じゃあみんなはもやもやせずに寝てください。パセリが代わりにもやもやしとくから。ありがとうございました。じゃあ壇上いきます。13位みうらっちさん、12位しょうさん、11位こうじさん、10位おみかんさん、9位ふくちゃん、8位こわどりさん、7位ジュノラゴさん、6位じんらいさん、5位かめさん、4位けいせきさん、3位阿部ひろしさん、2位やすべえさん、1位ゆうたくん。ありがとうございました。ではまた明日会いましょう。木曜日も頑張っていきましょう。バイバーイ。